皆さんこんばんは。相原智子の人間開運塾の時間がやってまいりました。私は司会のマリンです。そして本番組の主役女優の相原智子さんです。どうもよろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。今日も、相原先生に歴史の視点から、はい、開運のヒントをたくさんいただいて、はい、皆さんにハッピーになっていただきたいなっていう、そういう番組です。はい、というわけで今日も素敵なゲストの方が、来ていただいてますので、はい、早速紹介したいと思います。はい、ではまずお一人目のゲスト、はい、吉田さんです。よろしくお願いします。どうも吉田さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。吉田さんが今日ちょっと先ほどちょっと打ち合わせの時にお聞きになりたいのが、おばあちゃまにすごく可愛がられたそれがですね、私にとって多分おばあちゃんだと思うんですけど、っていうのはおばあちゃんですかってこう恋するからね、こう首を振るからなんですけど、あまり大柄には見えないんですね、見た目はね、私の中では。ただ根性はですね、おばあちゃまがついてるんですけどね、根性はですねかなりね強い、恐ろしく強く男っぽくて、なんてこう気骨があるというか、そういう女の人がこうガッと吉田さんを支えてるように見えるんですよ。だからこのおばあちゃんはおばあちゃんじゃなくて親子っていう自分の息子の感覚に見える。そうですよね。お袋じゃなくておばあちゃんが母親みたいな。完全お母さんですよね。で自分のよく、まあ、赤ちゃんをこうやってあの地震の時命からがら守りますよね、母親が。そんな感じで誰もなんか手をつけさせないぞと、誰も邪魔させないぞっていうぐらいの強い女の人に見えるんですけど、すごくおばあちゃん強い人ですよね。任侠と言いますかさ、ちょっとごめんなさいね、そういう言葉が後ろから聞こえてくる、そんな感じ。ちょっともう女の人で男の親分みたいなとかありますか？ありました？覚えてらっしゃいます？いや覚えても何も。何歳までいらっしゃる？私がいくつの時ですかね。私が20歳過ぎてからですもんね。20歳過ぎるまでお元気だったんですか？はい、成人式、お前の成人式を見ないじゃ死なないって。うん。だから成人式終わって何年か過ぎてから、だから25歳ぐらいまでは行ったんじゃないかな、よく覚えてない。あれですか、物心ついてからずっと育てられてるんですか？そうです。おばあちゃん育てられてる。オール入るのも一緒、うん、ご飯食べるのおばあちゃんのそば、うん、おばあちゃんね、亡くなってからぎっちりついてるから、多分吉田さんってちょっと見た目ちょっと怖く見えるんですけど、すごく純粋な方で、すごく綺麗な心だというふうに持ってるものはすごくで繊細でいらっしゃると。まあ、ちょっとおばあちゃんが言う言葉そのまま訳していいですか？どうぞ。すごく繊細で傷つきやすいって言ったらおかしいけど、そうに見えないけど、でもそういうふうにすごく純粋な人だってことをおばあちゃん言うんですね。あまり喋る感じじゃないんですけど、とつとつとこう私に伝えてくるんですけど、で自分はすごい守ってるから、なんか危険が及ぶようとした時に彼女は命を張って守ってるっていうのが見えるんですね。だから多分なんか仕事をしてても何をやってらしても、なんかこう、まあ、天の力じゃないけど違う力によってご自分は守られてるなと思ったことがございませんか？ここまで強いと。いつもあります。どんな感じですか？だからいろんな危険な目にあった時に必ずね、助け船が出るみたいな。もうなんかね、スコーンと蹴飛ばすんですよ、このおばあちゃん。そういうものをダーンと蹴飛ばしていくんですよ。だから意外とこの周りまでは危険なことが来てもそれ以上2メーター以下来ないって感じ、そんな感じ。それから意外と棚からボタン持ちるんで、仕事でも何でもこう人間関係でも割合と人気運をお持ちなので、人に意外と好かれるところはございませんか？好き嫌い両極端に分かれます。そうでしょうね。でも好きな人はものすごく大事にして、今でももう本当に身内じゃないか血がつながってるんじゃないかというような感じの人間関係を形成してらっしゃるに見える。すごい可愛がられる人には可愛がってらっしゃるし、うん、すごくその濃いんですね、密なの。それがどうもおばあちゃんのやり方をそのまま継いでらっしゃる感じがするんですよね。あ、そうなんだ。おばあちゃんが分けてるんです、こうやって。この人いい人、この人ダメな人ってこと分けてるぐらいの采配を取りますよ。かなり まあ、おっさんって言ったら悪いけど男っぽいですよ。うちのおばあちゃんって、おばあちゃん粋な人なのよ。粋よ。粋で綺麗で、うん、おしゃれで。小柄でしょ、でも。違います？割と小柄じゃないですか？小柄、その小柄とかってよくわかんないけど。わからないけど。背がスラッとして。うん。すごい素敵な女性。でも根性座ってますよ、ここは。強いですよ。人気者だから。
でね、とにかくね、ちょっとね、マイナスな人って恥じいちゃうんです、この人が。だからまあ、おばあちゃんが、全部守ってるって言っても過言ではない。と思われたことありませんか？なんか自分が…うちはね、おばあちゃんがいて、おばさまたちがいて、おじさまたちがいるんだけど、おばあちゃんが一番強い。ああ、そうですか。おばあちゃんはもともと働いてらっしゃったんですか？あのですね、うん、言えません。言えません。いや、働いても全然おかしくない人だからですよ。だから、うん、商売をやったはどうかわかんないけども、うん、とりあえずね。でね、しっかりやれということをメッセージで送っていらっしゃるし、それから心配してるんです。やっぱりすごく心配してる。もう本当に可愛いんですよ。だから心配して、まあ、もちろん大人なんですけど、大人じゃないぐらいこの人はあの、まあ、赤子のようにってはいけないけどぐらいにもう本当に心配してる。すごく心配してる。うちのおばあちゃんって、うん、人をね、おだてるのが好きなのよ。まあそうでしょうね、この人。だから おだって、うん、持ち上げて、うん、でも自分の孫は落とさないから。何人お孫さんいらっしゃったんですか？3人。でもお一人だけ可愛がってるように見えますけどね。だからね、うん、だからおばあちゃん兄弟みんなに、ね、怒られたでしょうね。おばあちゃんは一人だけですね、可愛がってらっしゃるのは。もうこっちしか目いってないからね、周りに目いってないですから、全部吉田さんを通して誰かなんですね。だから吉田さんを守ることがこの人の人生生きがいっていう感じ。なんでこんな密になっちゃったんですか？ただべったりですか？私のところ兄弟みんなお酒飲むんですよ。はいはい。私だけ飲めないです、お酒飲めない。うん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 。それが関係やっぱり。いや、なんだろう。だから酒飲んだらもう今頃いなかったもん。そうですか。吉田さん意外とね、だから今まで物事やった時にちょっと。なんか棚からボタン持ち運でうまくいったなっていうことも結構終わりだったと私は思いますよ。ついてる人、意外とついてるなと思ったことありません？それも人間関係によってそれが形成されてきた。それはありますよね。うん、あのね、いい人がもうなんか応援者がいい友達がいっぱい、うん、いい友達がいるって。関係ない人もいいんだけど、そのいい友達が彼が濃くて、その人たちが結構力があって、意外と周りの人運勢上がるんですよ。うん、で実はこのおばあちゃんが運勢をくださってる元は、こっから燃料がいって、実は吉田さんの周りにもまたこう、まあ、気に入られるんですね、きっと。結構力のある人かな、吉田さんがね。人気運がいっぱい見えますから。で大切にしますでしょ、割と。もちろん好きな人は大事に。結構こうですよね、もう好き。ただおばあちゃんね、人間ってのは人を騙しても、で騙されても人を騙すんじゃない。私はそういう付き合いしてる。人間をね、嫌いになる、人間を好きになる、うん、ですごくね、あの見た目ちょっと激しい人かなと思うんですけど、意外とね温厚なところが終わりというふうに、こう前世を見た時に、うん、意外と一本気で、それに別にハマっていれば、その要するに理不尽なことをやらなければそう攻撃をされないように。当たり前じゃないですか、別にね。喧嘩早くないってことね、要は。意外とね、はいはいはい、もうなんていうのかな、青年みたいな人。よくあの青年よ大衆にだけってあるじゃないですか、まあ、要するに純粋な人っているじゃないですか、10代の。そんな感じ、こう見たら一本気で、うん、だから生き方に、こういう生き方をしたいっていうのはご自分ですごくあって、その生き方を全うされるように生きたい方じゃないかなと。これから前世から見る。そのかっこいいじゃない、言ってることはね。いや、それは前世、その彼合わない人合わないのよ、うん、まあ、合わない人合わないよ、こうなると、うん、よくあの坂本龍馬の像がこう立ってるじゃないですか、高知のあのあそこに、はい、それは自分はかっこいいと、まあ、自分の生き方をすごく示していくんだけど、その周りでもう合わない人は相入れない、うん、もう仲良くなくてもいいと、うん、俺には関係ないということがすごくあるから、まあそれで上から物言われると嫌かもしれない、カチンとくるかもしれない。おばあちゃん育てない方、ね、とても正解。こうそう、だからみんなにね、うん、友達みんなにね、やっぱね、うん、言われたこと いっぱいね言われた。なんて？甘ったれだって。うん、あの甘ったれと思う、甘えん坊だと思う、意外と甘ったれだから甘えん坊だと思う。優しいよね、シンは。
優しいですよね。人間ってだってほら、うん、優しく生まれるってじゃない。あ、そうですか、うん、そうなんだ。優しさで生まれるっていう、うん、で、すごく繊細だから人の心は見抜けますよね。そう、そう思う、そう思う。魂年齢は何歳ぐらい言っていいですか、言っていいですか。魂年齢、いや、本当にあの17歳です。まあ、素晴らしい、うん、ありがとうございます。そういうとこございません、ご自分で気持ち分かるなみたいな、バカですからね、純粋ですからね、うん、その代わりね、曲がったこと言われたりね、気に入らないとカチンときたら反抗期なんですね、17歳って反抗しだしたらこう手つけられないですよね。17歳ですもん、あの17歳、高校2年生の時って、だいたいほら、カチンときたらもうムカッときたら何とかかないじゃないですか。その代わりこうやってやれてもね、もうお願いします吉田さん、頼ますよって言われたら分かったってなるのよね。吉田さんの扱い方をおばあちゃんの通りおだてると弱いっていうことで、上からもの言ったらちょっと結構きついかもしれない。だからおばあちゃんのせいなのかしら、ね、おばあちゃんのせいもあるけど、17歳と魂年齢から考えても反抗期の高校2年生。要はバカなんだ。いや、悪くて純粋やけど、もう上から物言われること嫌い。これが魂年齢5歳ぐらいだったら、あの別に上から物言われてもあまり怒らないんだけど、17歳って一番難しいじゃないですか、高校2年生の男の子、考えてみてください。先生、困っちゃいますよ。はい、なんかじゃあ最後にお聞きになりたいことございました。そでもあなたに会えてよかったです。ありがとうございます、はいはいはい、今後ともまた。私こんなこと言ったの初めてです。本当ですか、普通言わないですか、あんまり余計な話しないんです。あ、そうですか。じゃあありがとうございます。こんなことです。で、おばあちゃんがずっと守ってらっしゃることをやっぱ伝えてほしいってことを言ってますから、はい、時々ね、あの声をかけてあげてくれませんか。ありがとうぐらい、はい、必ず、うん、ボンクレは墓参り行きます、うん、あ、お願いします。で、普段もなんかちょっと声かけてあげるとおばあちゃんの生きがいは いつもね、おばあちゃんと話してる。あ、じゃあすごく喜びますね。それがおばあちゃんの生きがいですわ。もうこれ上行かないですよ。上行ってもすぐ降りてきちゃって、あの、なんていうの、くっついてる、もう背中に背負ってる状況おばあちゃんのこう、おばあちゃんのこうなんか鎧を着て生きてる感じ。あ、そう、ええ、ぜひあの、うん、多分 すごい楽しかったです。ありがとうございます。どうもよろしくお願いしますありがとうございます。こういう話って、うん、ね、してみると楽しいもんですよ。楽しいでしょ、意外と、はいはい、意外と新しい経験でいいんじゃないですか。はい、ね、初めてです。またいらしてください。はいぜひ、ね、はい、ありがとうございます。どんなことになるのかと思ってヒヤヒヤしてたんですけどす、はい、楽しいでしょ、意外と、はい、魂年齢17歳でびっくりしましたでしょ。はい、すごく嬉しいです。ありがとうございますでも、後でよく考えてみないとどういうことなのかですいや、それ褒めてますか。そう、はい、でも、すごく楽しかったです。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあここで一旦お知らせです桂小文治です。私の桂小文治落語集はいかがでしょうか。丸める団子さだめし味わいになるであろうの。もう何も聞こえない。分かったな。その話いいの。分かってるってんだよ。ゆふみできねえかい。どうです、船の乗り心地は。私なんだか知らないけどね、
さっきからあたりおじいばっかりしてますいつ芝の浜行ったんだい。どうしたんだい。また夢になるといけねえ。はい、お待たせいたしました。それでは次の、ゲストの方紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、次はですね、イラストレーターの浅田舞さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。浅田さんのお仕事はイラストレーターということで、はい、今ちょっと作品をね持ってきてらっしゃるから、はい、まずちょっとカメラの方に向かって見せていただきます。どっちのカメラがいいのかな。こっち、こっちです。こっちですか。はい、ちょっと私女の子描くのがすごい大好きで、うんうんうん、ちょっとこういうちょっとなんでしょう、ちょっとなんか人によってはちょっと多いって言われるような感じの。女の子をなんで描くのがお好きなんですか。うん、いや私なんかもともと昔からちょっと自分がなんだろう、女の子っていう毛がそんななくて、うんうんうん、ちょっとボーイッシュな格好をして育ってんで、うん、だからちょっと女の子の憧れがちょっと強いんですよ、もともと。あの舞ちゃんね、今女の子っぽくないってご自分でおっしゃったけど、女の子そのものよ持ってるものは。多分お母さんの育てられ方がなんか男の子を期待されたことがあって今おっしゃってるのかなと思うんだけど、あの 兄がいまして、一人、うんうんうん、結構年の離れた 兄がいて、うんうん、その兄が結局そのお下がりとかがやっぱ男物が多いんで。分かる、私も同じだったから。嫌やったわ、もう打つ嫌やった。でもお母さんはそれが可愛いからそれ着せて、それが今度私もやってくるから、うんうん、あ可愛いみたいな、ね、で髪短くしてたのは父親の趣味で、うん、とにかく短いのは女の子がいいって、うん、それが二つ重なったから、うん、どこ行っても男の子男の子。それはね、舞ちゃんにとって本当は違う生き方なんだよね。舞ちゃんって女の子なんですよ、少女なんですよ、うん、夢見る夢子なんですよ、ね、もっと言えばもうディズニーランドに住んでるぐらいの女の子なの でしょ。だから実はそのね、そのフラストレーションもあるんですよ。ほんまはごっつい女の子やのに、それを女の子としてなんか育てられない、違うことにちょっとお母さんがお兄ちゃんの服着せたりとか、うん、ボーイッシュにさせてもらったことがこれね合わないからね。でね、守護霊は多分すごく気になってると思うんだけどね、これねおかしくんだけどね、あのね、この漫画イラストはね自分なんですよ、実は。自分なのよこれで、自分をでこうちょっと見せてほしいんだけど、で描いてるね、舞ちゃんも子供の心で描いてるんですよ、うん、そういうことない？あ、でもあります、あるんでしょうかね。あのこれついてる子はね少女なんですよ。ついてる、これついてる、ごめん、守護霊がね、はい、少女なんです。それでね、意外とこもるでしょ、お家に。あ、こもりますね。もうこもってんのよ、この子、この守護霊一緒だからね、イコールなんですけど、ご自分とまた、まあ、そっくりぐらい、もうちょっと若いんだけどね。おいくつだったっけ、忘れちゃった。おいくつ。今24です。うん、じゃなくてもうちょっと、もっと子供なんだけど、まあ、中学生ぐらいなんだけど、うん、その子はこういつ頃から漫画描き始めた。いや、もう物心ついた頃からです。うん、じゃあ多分その頃から、そのご自分なんていうかな、まあ、中学ぐらいの子がこうくっついて、もうこうやってこもってね、この絵を描いているのがここについてるから、うん、一番の幸せってとにかく自分のこうなんか理想のものとか、自分がこういう風になってみたいとか、女の子として、なんか女の子のバリエーションっていろんなバリエーションがあると思うんだけど、それ自己投影というか、まあ、自分だけじゃなくても憧れとか少女なんですよ。そういうものを書き続けることが天職よ。ただお金にすんの下手だと思うんだよ、ね、お金にす、趣味っていうか、まあ、趣味イコール実績なんだけど、それがあまりにも楽しすぎてクライアントに合わせて書くとか、そこを一番にはしないと思うな。またしない方がいいと思うんだな、これは。お金ついてくるから、うん、もうちょっと営業をいろいろかけてもいいかなと思うんだけどね。そう、ありますね。やっぱ自分の趣味のものは早いけど、頼まれたものってあだこだ言われると、うん、もうやりたくないんですよ。そうなのよね、子供だからね、ついてるのもね。わがままなわけよ、これがね。またそれでまたその変えることがすごくね、訓練がいる、うん、その中でクライアント言われた中でやらなきゃいけない。ただ自分、自分をこう映し出した漫画だから、自分の理想の少女とか理想の格好とかできるんだけど、お金にするにはよ、これを
職業にするにはクライアントに合わせてできる訓練なのね。私らも例えば全然違う役をしなきゃいけない時に、まあ、全く一緒の役ないわけよ、これが。そうです、全く一緒の役ないわけよ。私もね、今度77の役やるわけよね。難しい、やったことないんだからね。でもね、自分の中の77歳っていうのをこう研究していくわけよ。そういうふうにね、ちょっとねこう割と自分っていうのがこう、舞ちゃんやったっけ、はい、舞ちゃんワールドってあるんだけど、はい、舞ちゃんワールドがこのぐらいだとしたら、ちょっと3倍ぐらいに広げて、5倍かな、5倍ぐらいに広げて、舞ちゃんを残しながらクライアントのところに合わせていく。よくあの建築屋がね、壁紙内装やるときに全く違うことクライアントが言われて、合わせてでも自分の個性を出さなきゃいけないじゃないですか、うん、その訓練をした方がいいと思う。あんましてないと思うんだこれ、うんうん、あんまし考えたことないですね。でしょ。でも職業としてこれで生きていくことはあなたには合ってるんだよね、うんうん、そこにはストーリー性はないんですか。ストーリー性は、まあ、一時漫画も書いてた時代があったので、うん、そのまあこの子おとなしい子だったらこういう感じの子がいいなって書いて、うん、でちょっと気が強い子だったらこういう子がいて、こういう服着たらいいなって思うんですけど、なんかもう自分の中でストーリー作っちゃうから、うん、もう書かなくてももう自分の中で完結してるんですよ。相手伝わってないでしょ、なかなかね。そう、力説するんですけど、うん、漫画になってないから。漫画にした方がいいんだよね、これまたここ訓練いるね、ちょっとこう切れてるの、ピッピッピッとこう一個ずつが、で一個ずつはすごい完璧なんだけど、ここにちょっとまあ、ミニストーリーがあれば相手が分かりやすいかもしれない。でその営業活動だよね、ある意味今から言ってるの、私のここがちょっと足りないかもしれない。自分のワールドなんですよ、マイワールド、うん、マイちゃんワールドだけど、みんなさ自分は可愛いわけよ、誰どの人も。だからうん、マリンちゃんだ、マリンちゃんが私こんなん書いてくださいと、自分のコンサートをやるからと、時マイちゃん、マリンちゃんに合わせたマイちゃんワールドを出さなきゃいけないじゃない。全くこっちに合わせると自分の魂が入らなくなるから、そこかな、やっぱり運勢、金運ということを考えた。金運大事よ、はい、大事だよね、はい、で器用だからね、できるんだけどね、あまりにも器用すぎるかもしれない、あまりにもできすぎるから崩せないのかもしれない、はあ、もう完結してるからさ、ある意味最初から、うん、そういうことない、最初からあまり苦労してないんじゃないこれ。そうですね、あんまし挫折とか苦労っていうのは思い返したらそんな強く思ってないかもしれない、うん、そう思うよね、うん、で頑張り屋さんやし、うん、すごく頑張ってるよねご自分で、違います。どうなんでしょう、もともとなんか人に尽くすのが好きだから、うん、その相手が友達だろうがその好きになった人でも、うん、その人が喜んでくれるためにそういういろいろ手を尽くすのは好きです。うんうん、今こう相談したいことが、今後してる仕事がどうやったらうまくいくって書いてるでしょ。でお尽くし申し上げて言ったじゃないですか、人にね、お尽くし申し上げるんだけど、そこでちょっとキャッパが広がるように相手に合わせて自分が投影できる、まあ、役者と一緒ですよ、うん、役になるんだけど自分がなくなってもいけないし、自分がありすぎても何やっても同じになっちゃうから、そこかなやっぱり、うん、でそれにはクライアント選ばなきゃいけないよね。だからやっぱりもうちょっと発信、もうちょっとパターンを今一個ずつ出したじゃないですか、ショーストーリーにするとか。男の子も書けなくはないよこれ。男の子書きますよ、うん、ちょっとこれまだ公開してないやつが持ってきたんですけど、うんうん、あの桃太郎と浦島太郎と金太郎が今現在にいたらどんな男の子になるというので、面白いじゃん、ね、これが桃太郎、これが桃太郎くんです。までこれが浦島太郎で、うん、これが金太郎。面白いと思うよ。ここで公開すると、うんうん、でそれを昔の物語を現在に投影してやるわけでしょ。それってオリジナリティでかつ新しい発想じゃない。でちょっと自分のアイデアをこれからって頭を使う時代なんですよ。企画力だから今みたいなものを一つ、今バラバラにこうやってあの一つの企画書にして、まあ、パワーポイントで見えるようにするとかそういう風にしていってちょっと提案してったら、口で言っちゃうよね基本的にね。口で言っちゃいます、あの思ったことをすぐ口にするタイプなんですけど、口を形にしてったらどう、もうちょっと。あでクライアントに戻って、クライアントでさ、でも企画書送ってくださいって言ってプレゼン出すじゃないですか。口行く前に跳ねられたら損でしょ。そうですね、私、うん、あのその
口で説明することが多いから文にして送るっていうのがちょっと伝わらないんじゃないかと、文章ちょっと苦手かもしれん、不安に駆られちゃうんですよ、うん、でもやらないとね、それそう訓練ですな訓練、それメインでもうちょっとね、なんておおらかに考えればいいんだよ、メインは漫画や、イラストや、それにプラスアルファの説明があればいいから、ポイントだけ書けばいいんだけど、ベタに書いちゃうかもしれない、ベタベタベタっと書いちゃうかもしれないから、そこやればいけるんじゃないかな、うん、なんかね、どれもこれも表現しようと思うとかあるみたいね、うん、全部ポイントや、ポイント、ポイントを絞ってここを濃くして、サビ、サビ、サビ、歌のサビと一緒、うん、そこをやっていけば、ただ一個のストーリーとして完成してないとなかなか分かりにくいかもしれない、うん、はい、そこかな。え、今僕は何歳だっけ？今24。意外と幼いんだよね、持ってるものは。魂に出るとかなり幼いんだよね。かなり幼いよね。いくつぐらいですか？本質7歳ぐらいと思うけど、それが一生懸命成長してって12歳ぐらい。頑張って。頑張って14歳。そんな感じかな。うん、思春期ですな思春期やけど反抗とかなくってやっぱ夢見る夢子かな、うん、ドリームの中で行きたい人、だディズニーランドに住みたい人よ、住みたいですねそんな普通も疲れなんだろうずっとおったらねえ、だけどあとちょっとお仕事のことはね、今そのちょっと仕事どうやったらうまくいくっていうのは、あと人間ちょっと引きこもりだからさ、これ見たら引きこもったらあかんね、これ人間関係もうちょっと作って社交的にしたらどう？そうなんですよね、もともと人見知りの人見知りね、お家の好きよ、うん、あの基本引きこもってますなんやかんやとお母さんのこと好きでしょ、あ大好きです、大好きだよね、お母さんバッチついてるしな、一番相性がいい人なんですよ、これ前世からなんだよね、これ見た前世見たら、うん、前世からもお母さんべったり見えるんだよね、だお母さんと一卵子親子だからな、他いらないって完結しちゃってるのこれね、うん、お母さんとご自分と彼氏いる、彼氏そこは言わないといけませんかいや、まあ、いるかいないかぐらい、いるかいないか、好きな人がいるかぐらい、好きな人はいます、うん、彼氏ね、かなり理解者じゃないとね、うん、甘えん坊やもん異常に、はい、かなりの甘えん坊やから彼氏が理解じゃないと、だ問題は彼氏じゃないんだよね、お母さんがお元気のうちはいいけど、お母さんが年取って亡くなられたらきついかもしれない、うん、お父さんのこと考えたことある？ありますけど、あんまし考えたくない、考えたくないよね、これお父さんの影は薄いんだよねお父さんあんまりじゃない、なんとも言えませんなんとも言えね、お母ちゃんがきついよね、強いよね、まあ、母親の方が、私お母さんなんておっしゃってる、お仕事のこととかこれから将来のこととか、それも結婚もついて、いや別に書いてることは、私の書いてるものに関しては喜んでるし、たまに自分の仕事があるときでも書いてって言ってくるし、別に仕事これ書いてることに関しては何もむしろ喜んでてくれてるくらいですね、例えば少し出版社に売り込むとかアピールしてないんだよね、あんまり突っ込んでいってないんだよね、突っ込んでないんだよ、ピテって感じだね、あ私なんか、うん、昔からなんかそのグッていくと断られるのが怖くて、そうやね、あのね、そうやね、もうそれがね、もう12歳とかね、7歳の特徴よ、あもう振られんのが嫌が恋愛しないと一緒よ、ね、だからどうせダメ元やん、そんなん数えきゃいいのよ、数えちゃ当たる、そのおらかさ持った時あなた伸びるだろうね、数えちゃ当たるよ、どうせいかんからダメやん10社いかんからダメやけど、あの関西、あの、うん、なんだっけ、服のあれじゃん、関西、何関西だっけ、山本関西さん、山本関西さんは、ロシアで、あの自分はファッションショーしたいのにスポンサー集める言って100社で、なんか3割とか、なんか1000社送ればいいんだろうっていうことをぐらいやるのよ、もうそれから、その、なんていうのあの、まずはね、数よ、はい、数ちょっとくらい、全部出したら私を使ってくださいって、でご自分の顔もつけてちょっとプレゼンで作って、まずアピール、ダメ元やそんな、線出したり線線出したら何十社が引っかかってくるし、引っかかった時にバーッ喋ったらいいのよ、うん、それよそれ、営業足りないの、営業足りないでもね、しんどいんだよ、私もねこの世界に来て思うけど、思わない、歌作ったり、私らも演技をね勉強したり、まあ、絵を描いたりするいいんだけど、営業をかけるということって大変なの、両方やるのは
そうでしょ、うん、そうですよね。これみんな悩むことなのよ。でもみんなやってるのよ、頑張って。だからそこの営業活動ってしんどいわけよ。だってクリエイティブが好きなんだから本当は。その両方のことをやっぱやらないとね、みんなやってるからね、みんなやってないと思ってるけどやってるのよみんな、うん、それできっかけつかんだら、あなたのもっとマイワールドが広がったらお母さんも喜ぶと思うよ、うんうん、今若いうちにやっとかないとなかなかチャンスって巡ってこないと思うんだそれって、うん、そこちょっとやってみたら、はい、ダメ元よ、はい、そのぐらい気持ちダメ元、うん、なんかお聞きになれたことある？聞き、そうですね、いやなんかちょっとずっとちょっと自分の仕事とはちょっと関係ないですけど、うん、私ちょっとおばあちゃんのことがちょっと気になってることがありまして、うん、母方のおばあちゃん、うん、みんな母方よここは、そうのおばあちゃんがいいんですけど、うん、私が小学校5、6年の時に亡くなったんですけど、うん、そのおばあちゃんはずっと私が中学生になる姿を見たいって言ってくれたんですよ、うん、で結局見ることなく亡くなっちゃったんですよね、うん、71で若くして。なんてあの名前ですか？阿部美音って言います。美音さんってどんな字ですか？いや、ひらがなです。ひらがなさんね。阿部さんっていうの？はい、これ普通の阿部さん。そうです。こうじゃなんかね、うん、この人ね、寿命ある程度知ってたって言っておかしいけどね、自分でなんかすごくプレッシャーがあったんですよ、この人の人生には、うん、なんかすごくしんどいことがあって、自分がなんかこうちょっと発揮できないぐらいになんか押さえつけられてた、まあプレッシャーだよね、なんかあったんだよね。あなたが分からないかもしれないし、だからそのでご自分の寿命ってなぜか分かってるのよこの人、うん、病気だったのこの人。病気、まあ喘息でしたね。だから71って結構若いうちに亡くなっちゃって、うんうん、発作で、いやもともと喘息持ちで、うん、やめりゃいいのにタバコをずっとしてて、うん、でもストレスだと思うよ。なんかすごいストレスがあるの、ね、はい、何かでストレスがあったのすごく。思いつくことある？思いつく、すごいストレスだよ、あの押しつぶされてるの上から。 おじいちゃんかな。おじいちゃんの浮気？いや違う、なんでしょう、結構うちのおじいちゃんが結構亭主関白な人で。おじいちゃんの名前も聞きましょう。新一です。どんな新一？新しい一です。安倍新一さん、はい、見た、安倍新一さん、安倍新一さん。これ完璧におじいちゃんが得する結婚だね。ミネさんがおじいちゃんに運勢あげるから、おじいちゃん好き勝手できるけど上に出ることは嫌がってたね、ミネさんが、うん、すごい。おばあちゃんが聞いたところによるとすごい几帳面な人だったらしいんですよ、うんうん、なんか料理する時もきんぴらごぼうも同じ長さに切んなきゃ気にが済まない、うん、そういう人ってさ長生きできないのよ。基本的にほらもうストレス、ストレス多いから、ストレス多いから。うちはそうだったのよ、はい、うちはってもうすごくなんかなんていうの、あのもうなんかもうゴミなんかあったことないの家に、うん、毎日フルコース出てくるし、もう全部魚抜いてあるし、そういう人大体ね、長生きできないんだよ。もうだからこうなんかある程度アバウトじゃないとおおらかな方が長生きできるのね。彼女もすごくあったプレッシャーが。だからなんかそのお餅でもなんでも定規があったらしいんですよ、この均等に切りたいから。だから自分で自分を追い込んで病気作るの、そういう人は。こうあらねばならぬ歌って世の中そう動かないわけや。でももしかしたらその話があったというか、死んでから結構私いろいろ出てきたんですけど、うん、多分自分はそれをしないんだろうけど、料理番組とか出たメニューをチラシの裏とかにめっちゃ細かくメモを書いてたりというのが出てきたんですよ、うんうん、作りもしないくせに。多分そのメモをするのが好きなだけだった。それはおばあちゃんやね、おばあちゃんの、おばあちゃんが乗り移ってるだけであって、あの覚醒でしょ、大体覚醒だからね、物事で覚醒してこう伝わっていくんだけども、おばあちゃんはだから自分で自分を追い込んでるわけやね。そこまでせんでええやん別に。そうですね。そこまでせんでええやん、まあ、レシピは大事だけど、まあまあね、適当に味見してたら、うん、まあ、大体何回も作ってればできるじゃない。美味しかったですからね。うん、おばあちゃんはそれとね、おじいちゃんがすごくあの自由にできたのよこの人。ちょっといい格好しいやね、おじいちゃんって。家庭的じゃないね、タレント的やね、もう外面ええわけや、うち面悪いね正直言って。あの大工の棟梁だったんで、あ、もうそんな感じ、もう大胆なんですよ。もう俺かっこいいよって言ってるけど、ものすごいおばあちゃんには当たるわけよある意味。だからおばあちゃんはサンドバッグだったから、おじいちゃんはかっこよく生きてて、なんで俺はもうそれ風邪切って俺は何もなんか悩みないよって言ってるけど、でもまあ、あのおじいちゃんのために、まあおばあちゃんは苦労したかな。外面ええね、おじいちゃん。うん、それこそさっきちょっと言ったけど、魂年齢が反抗期やから、やっぱり同じ17時ぐらいから、まあおじいちゃんを家から戻ってカチンとくるし、またおばあちゃん古臭いからね、古臭いよこの人は。60ぐらい生まれた時から、だからもう我慢、昭和やね、昭和の女やね。うん、うん、だからあなたのことはちょっと癒しだったみたいよ。お癒し、うん、あなたみたいになりたかったんだろうね。
あのなんていうの、ちょっとほらホリプロタレントキャラバンみたいな性格だから、少女っぽくて、だからそういう風になりたかったと思う。だから親からも可愛がられるタイプね。ミネさんっていうのは親からもそんなに可愛がらなくて頼りにされるタイプ。だからあなたはできて当たり前って、うん、そういう感じかな。どうだったのかな、うん、喜んでますか今ミネさんが、うん、じゃあミネさんが、待てマイちゃんをね、もう本当にあのね、あのなんて可愛いっていうので、ね、喜んでいるというよりはお母さんと似てるよね。見守ってるんだろうね、きっと。あなたのお母さんがこう見守ってるじゃないですか、はい、特になんか出世しろとかそうでもないんだよね。なんでしょうね。なんていうの、だからさ、あなたはアイドル星だから、よくさ、例えばさ、チワを飼ってチワに何も期待せえへん私ら、はあ、チワは可愛ければいいやんいうこともあるけど、芸ができなくても、ね、別にあのお手できなくてもそんな感じよね。お母さんもそうじゃない。あ、でも結婚するんだったら近くにいてってすごい言う、ね、だから、ね、アイドルやん要するにチワをあげるのは嫌だってやんね。だからかといって出世してくれとか、うん、そうね、あなたが近くにいてくれたらいいんだよね。夫どうでもいいんだよね正直言って。あ、うちのお父さんかわいそういや、でお父さんあなたが結婚する夫にも興味はあまりないんだよね。それから夫も仲良くしてくださいって感じ。おう、うん、そうです、うん、だから、うん、あのやっぱお母さんはあなたが近くにいてチワと同じようにこう自分の心を癒してくれるところにいてほしいし、おばあちゃんもどっちかというとあなたが故郷離れ、故郷はどこですか。あ、東京です。東京で、でもそこからあんまり離れの嫌みたい。東京から離れるの嫌ですね嫌でしょ。おばあちゃんも嫌や、お母さんも嫌や、と離れられない、ね、東京というかその場所、エリアから、まあ、住んでとか世田谷だったら世田谷から、もっと言えばその、まあ、駅やったその駅の周辺、まあ、その土地から離れてほしくないっていう、土地に根付いてる人だよ意外と。でもよしを取るわけじゃないもんな、はい、でも結局は一緒に住むんじゃないかな。 お母さんが引きずり込むんちゃうかな。うわ、でもなんかどこ引っ越すってなっても、うん、多分気になりますね私が、多分結局母親を、うん、そんな感じよね。離れられへんわここ。大丈夫ですかその彼氏ができた時に。ああ、まあそこはなんとか意外と強い人好きじゃない男の子は。強い男が強い人ですか、うん、あ、好きですだよね。それで俺についてこいって言ったら転勤族多いよ。あ、まあ今ちょっとねボーイフレンドのことあんまり突っ込んだらいけないけど、ほんま突っ込んだら合うか合わないかぐらいは分かりますけど、どうしても頼れない男じゃ頼れないと思う。結構頼れないもん本人は、甘えもやもん、うん、本当にだからめめしいのとか嫌ですダメよね。だからちょっとしっかりした感じの、かつおじいちゃんみたいにワンマンでもないタイプ。そこまでどこもちょっと強い、うん、だからまあ本当にしっかりとして大人な人が会うと思うね。まあいずれにしてね、男とも関係ないの、お母さんのそばにいたらあなた幸せよね。うん、うん、ねえ、なんかマリンちゃんからもありますか、うん、まあ同じ若い世代としてなんかマリンちゃんと全く違うくるよねマリンちゃんほんと草女やけどね、うん、ねえ意外と来るよね考え方。こっちはまた子供やしね。いやほんまに少女だから、ある意味この夢を大事にね、うん、ただちょっとお仕事をしまくやるにはクライアントに対してアピールだね。ダメ元で傷つきやすいからね。で傷つきやすくて、しかも断られたら引きずるんですよだからもう少女やもん。7歳の子頭たたいてすぐ泣くやん、うん、これが30ぐらいと泣かへんやんかかってきよりやんでこのさ、うん、だからまあダメ元でやるってことかなそこは、うん、若く見えるのはそれのせいかな。そうよ、魂年齢若い人若いよ、気が若いから、うん、逆にね、ちっちゃい時から大人なんて言われることない。我慢するねとか大人だねとか。あ、そうですね、言われます。年上の人可愛がられる人だから、はい、年上の人と話合うよね、うんうん、そうなのよ。お母さんも少女っぽいはずよ。だからあ、すごい乙女ですよでしょ。だから合うのよ。これ同じようなね、魂年齢を好むからね人間っていうのはね、うん、ただし男と女に関しては大人の人を好む、うん、頼りたいから。あ、でもそれはありますね、うん、あ、ちょっと、うん、ブラコンの毛があるらしくて。私ないぞ。あのだから鬼ブラザーコンプレックス。そうだから、ブラザーコンプレックス。そうブラコンっていうの、うん、らしいですよ本当にだから兄いますけど、ファザコンじゃないの。ファーではないです兄いますけど結構年離れてるんですよ、うん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 、だからそのちょっと年離れたお兄ちゃんっぽい人がいいなってすごい惹かれちゃうんですよ。
かれるね。でも現実はちゃうからね。現実は男が見た子供やから、お母さんにならなあかんから、まあ、ただあなたの身につけやっぱおおらかさかな。うん、ちょっとおおらかさと、そうか、勇気。勇気だね。勇気がないからね。ダメ元や、そんなもん。ダメ元。ね。線出した、線出した3つが引っかかってくるし。線3つって言うじゃん、なんでも。ね。30が引っかかってくるって。ね。そのくらいの気持ちでやったらいい。気を楽に。はい。頑張ってください。頑張ります。じゃあ、なんかお知らせがあるね。ありますか？あ、ごめんなさいね。で、まあ、さっき書いたこれとか、うん、その、これは完全に私の趣味ですけど、この女の子の書いてますけど、それとは別に、サイトを持ってまして、イラストの。はい。あの日本神話の、あの日本神話のそのアマテラスとか自然体、うん、っていうとこ の, あのキャラをゆるキャラ的に神様、そう、神様をゆるキャラに、なんかすごい可愛らしい二頭身ぐらいのキャラにして載せてるんですよ、ここで。じゃあ皆さんぜひこのサイトでその神様のちょっと可愛らしい、いいよねそういうのもね、うん、ちょっと見てね、いただきたいなって、そう、癒していただいても、癒していただいてすごい緩く描いてるんで、見せてもらうわ。自然体いいんですね。はい、はい、じゃあぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、今日はもうそろそろ、ね、そうですね、私の個展のちょっと、もう今週なんですけども、はい、今週の、もう19日から始まります、うん、米子の天満屋さんで、また金土日トークショー1時と3時からやりますので、ぜひ皆さん運を上げに富士山シリーズの絵画を見に来てください。はい、よろしくお願いします。では、また来月お会いしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。エンディングテーマは開運所。